開いていない。ありえないぜ。何をしている。相手のペースに合わせてやることはない。お前のやり方で反撃してやれ。ここの速攻と路側帯が使えることは気がついているだろう。そういうやり方しかこちらに勝機はない。闇の中からもう一つヘッドライトがいきなり。一瞬見失った。まさかあれほど鋭いカッティングで飛び込んでくるとは。神がかりのドライビングだぜ。路肩の境目の突起を使うコーナリングだとは薄々感づいてはいたが、ものすごいリスクと表裏一体の技術だ。一つでもタイミングを間違えれば一瞬にしてコントロールを失う。ギリギリまで車高されたこっちの車ではあれと同じことはできない。下回りのスカスカな旧車ならではのウルトラシーだぜ。城島さんが抜き返されるって一体何が起こったんだ。言っただろう。何が起こるかわからねえって藤原はそういうやつだ。